こんにちは、ゆうひこです。今回は8月21日の日曜日、視聴者の阿久澤さんを稲上町の利根川支流にご案内してみました。場所は前回竹春さんをご案内したのと同じ渓流で、前回は尺イワナが釣れるというようなドラマもありましたが、今回はさすがに日曜日、厳しい釣りとなりました。最初に入渓しようと思ったらいきなりルアーの4人組の先行者がいたりして、場所選びも右往左往してしまいましたが、それでも何匹かのイワナを釣ることができたので動画に編集することができました。ちょっと渋い釣り場にご案内してしまって、阿久澤さんには申し訳なかった感じなのですが、それでは水上町の利根川支流でのフライフィッシングの様子をご覧ください。いや、うまいですよ。あのキャスティングうまいですよ。どうですかね。ちっちゃい、ちっちゃいですけどね。対岸側で来ました。山下ですよ、さっき。あ、山下ですか。山下アダムスですか。あの、ハンピー、ハンピーですね、このピーコックの。やっぱり、テレストリアル系ね。そうですね、で、10番で、でかい、でかいフライですね。それも結構でかいですよね。そうそう、これがだからね、これも10番かな。あ、フックのメーカーとか、あ、ちょっと違いますよね。違いますよね。ああいう人が攻めないようなところを狙わなきゃダメってことですよね、要は。そうですね。一番、まあ、メインのおいしいところはみんな、誰もがやるから。はい、いいとこ行ったけど。でもまあちょっと反応ないんですかね、今日は。そう、いないってことか。あの辺ですよね、あの辺。うわぁ、出ないか、やっぱり。なんか割と手首でキャスティングですよね。あ、そうですね。俺なんか肘使ったことで、あ、これを触ってる気がする。つまり自分でもこれしちゃできなくて、こんな簡単に動くのかなと思って。あの全体で投げてると疲れますよね。ええ、疲れます、疲れます。もうバンバンに張るときありますよ。手首でこう軽く投げるときが多いんですけど、ね。だから、あ、たまにやれば楽なんかと思ってこれ見ました、見ました。そのティッシュみたいなの書いてある。あ、ハンカチみたいなやつですかね。あ、手袋で一応出てるんです。そうですね。水を吸ってくれる、水を吸い取るやつですね。雑巾かと思って。あ、違う、ちゃんとティムコなんだ。ティムコのやつですね。その辺から出る時もあるんですけどね。あの辺も結構出る時は出る、こういうところで出る時は出るんですけど。意外と魚が いてもおかしくないのか。ここは結構出る場所ですね、イワナは。じゃあ、あの辺のところからやっていただいてっていう感じですかね。
れました。可愛いのが今日走ったのもこのぐらいでしたよ。そこのまだやってない感じですかね。あ、なんか今来ましたね。そこから今のところから落ちてったんですけど、魚も一緒に。こういうところに入ってるんでしょうけどね、いるんでしょうけど、あんまり大きくないのかもしれないですね。出ないですね。やっぱりああいうところよりもそっちなんですかね。そっちにいるのかもしれないですね。今日は意外と流れ早いですもんね。そうですね。でも普段はそっちなんですけどね、多分そっちで出るポイントなんですけど、普段バカにして人がやらないから登ってるのかもしれないですね。そうですね、その辺でそうですけどね。あと出たけどダメでしたね。ここは良さそうですけどね。あのちょうどいい石の上ですね。サイズアップ、ちょっとだけサイズアップですね。あ、でもあんまり変わらないかもしれないですけど、あそこの石の頭ですね、あの沈み石っていうか茶色い沈んでる石のちょっとだけ頭出してる石のちょうど前で来ましたね。波になってるところ。あ、そうですね、流れが石にぶつかってこうちょっとこう止まってるところっていうか。ちょっと行かないな、縦石取ってるな。ちょっとだけサイズアップっていう感じですかね。はい、小さいですけどね。あそこの上が尺用の釣った場所なんですよ。あそこの滝みたいになってるじゃないですか、ちっちゃいあれの上なんですよ。あのもうちょっと水が少ないと、結構この辺の底とかそこにあのイワナが浮いてたりするんですけど、ちょっと流れが速くて今は。そうですよね、だからその辺は水が多いってことですよね。少し多いですね。あの枷下がって沈んでるのかもしれないですね。じゃああの上まで行っちゃいますか。向こう岸の壁沿いにこう流していくと釣れるんですよ。じゃあ右側、左側の方に行ってこうに。そうですね、あの岸に舐める感じで。
多分あの辺だったと思うんですよね。割れてるっていうか一瞬しか間にくらいですね。そうですね。でもまあ今ちょっと昼間の時間帯だからまだ厳しいかもしれないですよね。夕方の薄暗いの方のがいいかな。この場所はそうかもしれないですね。結構深いんで。ダメですか。流れ込みまで行ったみたいだけど全然ダメなんですね。全然ダメですか。ルアーの人が入ってからも結構時間経ってるんですけどね。ああ、抜かれちゃってるかもしれないですけど、ね、ああ、そうですね。だからルアーの前に多分ルアーの人リリースだと思うんで、その前にあれですかね、サドリの人が持ってっちゃってるかもしれないですけどね。早いですもんね、朝ね。そうですね。まあでもルアーの人もああいうとこ狙うでしょうからね。はい。あっちの石の中とかですかね。あそこなんか出そうな気はするんですけどね。あの辺なんか出そうですけどね、いれば。ダメなのかもしれないですね、あの辺出ないってことは。難しいようか。もうハッチもないですもん、今ね。あ、そうですね。だから条件が悪いだけかもしれないですね。ルアーの人入ってから結構時間経ってるから、歩いたとしたってまた流れに戻ってくるような時間ですよね。ちっちゃいですけど。あ、これ4なんですね、4なんですあそこの平らなとこあるじゃないですか、はいはい、あそこちょっとやってみてもらいます。あの辺結構いいような気がするんで。これの方ね、ええ、来ました。はい、リリースします。サイズアップしましたかね。しました。ちょっと行ってください。今掴み良かったですよね、サイズアップもして。もらってやるから、いいある程度バラしたらもう何やってんだ、どこらでも来た。そうですね、23ぐらいですかね。ネイティブな、おらしくしてるんだな。ギリギリするのベルよ、パクパクしてるみたいが。あ、おとなしくする感じですね。呼吸できるぐらいがいいんですよね。いいイワナが釣れました。リリースします。そこは上がれないんであれですね。また戻る感じですね。そうですね。終わりにしますかね。はい。